グランドアンセビーチの海岸、セントジョージパリッシュ、グレナダ、西インド諸島米国ニュージャージー州、スプリングレークのジャージー海岸の日の出カナダ、ノバスコシア州、イースタンショアのテイラーヘッド州立公園の岩の多い、海岸線中国の大連市、平氏ジアオチシツ公園の海岸帯、PP 諸島の海岸線の空撮岩とは、太陽、海、湖などの大きな水域の橋で陸地と接する、 ところである。海洋物理学では、岸は過去から現在までの水域の作用によって地質学的に変化した広い橋であり、浜は海岸の橋にあって長官体を表している。海の岸を海岸、湖の岸を湖岸、川の岸を河岸のように言う。岸は波のような水の侵食と同様、周囲の地形によって影響を受ける。 岩石と土壌の地質学的蘇生は、それが作られた騎士の類型を決定する。英語では、コーストとは、対照的に、ショアは、あらゆる水域に接することができるが、コーストは海に接していなければならない。しかし、コーストはショアよりも、はるかに広い地域を指すことが多く、多くの場合、何マイルにもわたって内陸まで伸びている。リビエラズはイタリア語で、海岸線を意味する言葉で、 結局のところラテン語のリパに由来する。リグーリア海岸の正式名称として、リビエラ・リグリアと呼ばれ、それからリビエラに短縮された。歴史的には、リグーリアのリビエラは、ジェノバの南にあるカーポ・コルボから、北と西に伸び、現在のフランス領である昔のモナコを越え、時にはマルセイユまで続いていた。現在は、イタリアのリビエラとフランスのリビエラに分かれているが、フランス人は、 イタリア側を指すために、リビエラという言葉を使い、フランスの部分をコートダジュールと呼んでいる。リグーリアのリビエラが有名になった結果、この言葉は英語になって、特に日当たりが良く、地形的に多様性があり、観光客に人気のある海岸線を指すようになった。この言葉を使っている場所には、クイーンズランド州のオーストラリアのリビエラや、エーゲ海沿いのトルコのリビエラなどがある。 ありがとうございます。